はいどうも、今日も明日もドリーミーゆです。はい、本日なんですが、ちょっとね今、お昼時なんですけども、あるところに、向かっております。というのも、まあちょっとね、ゆうの家からは遠いんですけど、藤原製麺所さんというね、ラーメン屋さんですね、がありまして、今日は、そちらに行って、久しぶりにね、ラーメンを食べてこようと思います。ね、そこはね、確かメニューであるのが、中華そばと、まず確かそばの中華そばだったのかな、はい、あるんですけど、本当にね、こう、なんていうんだろう、シンプルなんですよ。本当に、シンプルでさっぱりなんですけど、なんとかね、こう、絶妙な美味しさがあるんですよね。なので、ちょっとね、今日は、そちらに行ってこようと思います。ちょっとね、まだ夜も、友達にね、一回紹介してもらって一回行ったっきりなので、まだ今日がね2回目なんですけど、まあね、ちょっとね今からワクワクですね。はい、いやー今ね夏真っ盛りなんですけど、いやー暑いですね。皆さんはどうですか、夏バテとかしてないですかね。ゆうはね、正直結構夏バテ気味ですね。いやもともとね、でも寒いよりは暑い方がゆうは得意なんですけど、でも本当にね、やっぱ今年とかね、特に暑い夏だなって感じが本当にしてて、いや結構ね、本当だから最近ね、エアコンをね、本当にもうガンガン効かせて、家にね、引っこもったりとかする方が多かったんですけど、ちょっとね、たまにはね、ドライブもいいかなと思って、今、軽くね、走ってます。いやー、ただね、本当もう休日なんでね、やっぱちょっと車が多いですね、今日は。ちなみにね、今この車での、まあ、今日外気ですね、が今37度ってなってますね。いやー暑いですね。いやーね、そういえば今ね、新型のね、チェックのなんかスターだか、まあ、いよいよね、発売になって、ね、本当にもう今、このなんていうんですかね、ユニットクラスフリーバーっていうんですかね、まあ、今ね、多分、それがね、結構今ね、実感してるのかなとは思うんですけど、いや、本当にね、でも今回の本当に進化は、やっぱね、フォア僕も始めて、でね、やっぱりセレナさんもね、もうずっとね、いいパワーをもう出してきたりとかしてね、結構本当に暑いですよね、このクラスの今、競争は暑いなと思いながらね、ユウもまあ、いろいろこう、動向をね、まあ、見守っているんですけど、本当にこう暑いですよね。はい、こちらですね。はい、今到着いたしました。いただきます。はい、今ね、無事、全部食べ切ってきました。いやー、美味しかったですね。ゆうはね、本当はどっちかっていうと、ラーメンはこってり系ですね。こってり系のラーメンの方が本当は好きなんですけど、
ただね、唯一本当にと言ってもいいんじゃないかな、さっぱり系で、ね、本当ここ美味しいなってものが本当今回のね藤原製麺所さんなんですよね。でちょっとね、さっきね見てもらった中でちょっとまあ伝わったかわかんないんですけど、まあ、まずあの麺ですね、麺が本当にやっぱ製麺所って歌ってるだけあって、あのコシがねすごいあって美味しいんですよ。とてもね麺が本当にあのコシがあって美味しいのと、あとはチャーシューですね。チャーシューもねちょっとまああの取れなかったんですけど、あの最初にもう注文した時に目の前でねあのバーナーで炙ってくれるんですよね、チャーシューを。で本当こうね、あの炙りチャーシューをね、そのままこうトッピングねしてくれたりとか、あとネギですね。ネギは本当最後にねあのセルフで自分でね好きなだけあの入れていいんですけど、なんでねちょっと結構今日今回ねあのいっぱいねあのやっちゃったりするしてるんですけど、いやあれも結構本当に大盤振る舞いですよね。はい。でね、なんとその後あの麺が2玉ね、あの今回全部注文したんですけど、なんとねあの2玉でも 1.5 あの麺がですね、あのなんとあと実は2玉 1.5 2玉ってあの選べるんですけど、どれにしても一応もう料金がね一緒なんですよね。はい。これね結構本当にあの嬉しいなって思うんですけど、一緒なんですよ。いやーなかなかねこのねコロナ禍だったりね、あのいろんな影響でやっぱりあの飲食業のね結構大変じゃないのかなとは思うんですけど、いやー嬉しいですよね。それでもね本当こうやってね。ネギをね入れ放題とかそうやってね、ネギもね普段にしても料金一緒で料金をね一緒でねあの提供してくださったりとかしてて、いや頭が下がりますね本当に。あのありがとうございますってあの言いたいですよね。はい、ごちそうさまとともにね言いたいですね。まあね一応、まあ、今回ねこんな感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。今回もねあのいいねとかあの俺もラーメン出したよとかあのあっさりなんてね本当にもう大好物だよっていう方はですね、ぜひあのチャンネル登録、高評価ですね、お願いいたします。またね、コメントもあのお待ちを、コメントも、お待ちしてますので、ぜひね、お願いいたします。それではまた、さよなら。